皆まこんにちは日本テクニカルアナリスト協会理事長の東野と申します前回7月14日金曜日に放送いたしました基礎編7でのオシレーター分析に続きまして今回は基礎編8といたしまして実践でも使える基礎的かつ人気の高い指標を3つご紹介させていただきたいというふうに思います。まずは エンベロープというものです。これは一本の移動平均線に対して、えー、上下の乖離率、まあ乖離線を示したバンドのことです。えー、下の要点の図を見ていただくとイメージが早いかと思います。例えば、えー、この三本の線のうち、えー、真ん中の、えー、中心線を、えー、例えばそうですね25日移動平均線としまして、えー、そこから、えー、プラスマイナス5%乖離 した水準をまあ設定するといったようなことが可能なんですね。これはあの日足を使った短期的な視点だけではなくて週足を使って中期あるいは月足を使って長期の移動平均線からこの情報乖離下方乖離を使って買われすぎや売られすぎを探るということができると点が特徴でございます。はい基本的なところでちょっと見ていきますと長所と短所が ございます長者に関しては株価指数等では比較的有用であるということが大きなななポイントではいいかなと思います一方短所の方はですね触れ、えー、の大きい小型株まあ,あのテクニカル指標は何でもそうなんですけれども触れの大きな小型株っていうのはですねなかなか使いづらい、えー、不向きであるということが言えます。えー、使い方に関しては えーまあ、要点の図をちょっと見ていただくと分かりやすいと思うんですがあの価格がですねバンドの上限に近づくと、まあ、つまり、えー、上限まで情報返りしてしまうと、えーまあ、買われすぎということで間もななくあの反落すするるんじゃないかっていうことこを判断でできるわけですねそうするとあの逆張りで売り参入することができますしあの例えば価格がですね上限から反落した時に売りサインとする方法。 などがあると思います。で逆に、えー、価格がバンドの下限に近づきますと、えー、つまり下限まで下方買いするとですね、売られすぎで間もなく反発するんじゃないかという判断ができます。で、えー、逆張りで買い参入することができますし、えー、価格があまあ下限からですね反発した際に改めてまた買い参入とするというふうな方法もあるかと。 いいう,うに思います比較的あの、えー、シンプルな考え方で非常に有用なあテクニカル仕様の一つで非常に人気が高いですね。えまあエンベローブとあの見た目はよく似てるんですけれども移動平均線を中心に、えー、統計学の標準偏差を というものを示したバンドなんですね。あの相場はある期間の平均値から大きく離れた水準には長くとどまらないという。そういうふうな考え方を基本としているもので。特徴としましては、本来は大相場を、まあ、探る。順張り仕様であるということ、これ非常に重要なポイントだと思いますね。あの最近では、その短期の逆張り仕様として使われる、使われている。というケースも、まあ、多くですね。まあ、使うことも可能なんですが。あの、基本的には、その、順張り仕様。 が推奨されるというあの指標でございます、えー、基本のところ書かせていただいてます、えー、1990年代にアメリカのですね。ジョンボリンジャー氏が考案した、えー、世界的に有名なテクニカル仕様ですね。あの実はボリンジャーシットなんですね。あの、日本が非常にお好きな方で。 当協会が主催する講演会にもご登壇いただいたことがありますし国内日本の国内いろんな箇所で講演活動をやってらっていらしゃいます、はい、でまずちょっと要点右の方の図をちょっと見ていただきたいんですが一定の移動平均線を中心に標準偏差、ね、シグマ という記号になりますがあのー、標準偏差シグマを加えて描いたものなんですねこの標準偏差というのは金融市場では大体ボラティリティというふうに考えます、えー、まあ、標準偏差1シグマとしましょう標準偏差1シグマと標準偏差を2倍にしたものこれ2シグマと呼びましょうで、要は医療平均線からそれぞれプラスとマイナスの方向に広げた ものですね。ですので合計ロウソク足以外で見えるところは合計5本のラインということになりますまあ通常ロウソク足と5本のラインで構成されているのがボリンジャーバンドですね、えー、上から、えー、必ずそうなります、えー、プラス2シグマそしてプラス1シグマそして真ん中に移動平均線があって、えー、そしてマイナス1シグママイナス2シグマの順にチャートで描かれます あの価格自体がですね移動平均線の周りにえちょっと難しいですが正規分布をしているというふうに仮定しましてえ中央値に近いあの価格ほどあの出現確率が非常に高いという見方をしますあの価格の推移はですね黒三角のマイナス1シグマからプラス1シグマ までの間の中に、えー、大体68.3%の価格が収まるというふうな考え方で逆に、えー、黒三角のマイナス2シグマから上のプラス2シグマまでの間には95.5%ぐらいの価格が収まるというふうなそんな考え方をいたします、はいでえー、左にまた戻っていただいて使い方としては 通価格がですね、まあ、黒三角のマイナス2シグマまで下落してくると反発に転じることが多く、えー、逆にプラス2シグマまで価格が上昇しますと反落に転じるその修正を狙います。でつまりこれはあの逆張りでで利用すする方法ですよね、はい、で一方で、えーまあ、新しい材料が出た時とか トレンドが発生する場合っていうのは価格がプラスの2シグマだったり、まあ、黒三角のマイナスの2シグマを押し広げるように動きます。でこれはあの順逆張りとは違いましてプラスの2シグマだとか黒三角のマイナス2シグマを割り値でブレイクした方向に順張りでポジションを取ります。 でここに要点のところに書いてありますようにプラスの2シグマを終わり値で上にブレイクしたのであれば下位ポジションを持つという考え方ですね、はい、でなぜかと言いますとこのバンドの上限とかあの下限をです、ねまあ、逸脱するような動きということで、まあ、異例の動きというふうに判断してそのトレンドに乗っかっていこうというふうなそういう考え方の まあテクニカル仕様ということになります。はいえそして最後に、えー、グランビルの法則ですねこれはあの皆様お聞きになったことがある方がいらっしゃるかもしれませんが非常にあのお有名なあ指標ですねまあ昔からあの存在している非常に有名な指標ですアメリカの、えー、ジョセフグランビル氏っていうの方が、えー、まあ考案されたもので主に200日移動平均線を使用した分析 資料です。売買タイミングの八法則を挙げていて、えー、まあ基本的、特徴的としては、二百日移動平均線の傾きから。長期トレンドを確認した上で、えー、まあ上下に離れた局面で、えー、まあ逆張りスタンスを取ろうというふうなコンセプトでございます。えー、使い方、あのー、左の下に書いてありますね、合計で八つ書いてあります。買いで四つ、売りで四つと。 いうことで,す、ね、であの要点のところ図をちょっと見ていただきまして、えー、ちょっと一つ一つ説明させていただきたいと思いますがまず1ですね、まあ、これは新規買いといいいいととうなあの見方でもいいと思います移動平均線が横ばいになるか上向きつつある局面で、えー、価格が移動平均線を上に突き抜ける、まあ、これは非常にあの重要な買いサインということになります。でえー、次は ② 番目 のところですが、まあ、あのこれは相場が始まって最初の推しといいますかですね推し目買いの段階に入ってくると思うんですけれども価格が上向き基調にある移動平均線をに向けてですねあの落っこしてきたもののこの移動平均線を下回ることなく交差することなく再び上昇に転じる場合というのは改善になりますよということですね。でそして3番目 えまあここはあの買い増しというふうなそういうあの立て付けでもいいと思いますがえ価格が上向き基調にある移動平均線に向けて落っこしてきたそして今度はえ1位下回るですね移動平均線を下回った後に再びえ上昇に転じる場合というのが多々ありますそこをすするという方法ですね、はい、そして「丸四ですね。 これ、短期の買いというふうな立て付けにしていますが、価格が下向き基調にある移動平均線からですね。時折、大きく乖離して下落する。いうそんなあの状況が多々ありますが、そういったときには、自立反発の可能性が高くなりますので、買いサインとするというふうな、そんな使い方になります。以上があの買いの四つということになりますね。次は売りの四つということになりますが、えー、丸五番のところを見てください。 移動平均線が横ばいになるか下向きになりつつある局面で価格が移動平均線を下に突き抜けるこれは重要な売りサインになります。で丸六番、まあ、あの戻り売りというふうな局面になると思うんですけれども価格が下向向き基調ににある移動平均線に向けて上昇いたしますリバウンドするんですけれどもこの移動平均線と交差することなく再び あのまあ下落に転じる場合っていうのは重要な売りさえになりますよということですね、はい、でそして7番目価格が下向き基調にある移動平均線に向けて上昇し一旦移動平均線を上回るだけれどもすぐに再び下落に転じ、まあ、移動平均を下回るというふうな。 まあこういった時は重要な売りサインということでえまあ7番目ということになるんですがえ最後8番目ですねえまあ3つのケースがこの図の中で書かれてありますがあの価格がですね上向き基調にある移動平均線からかけ離れてもう人気化するような状況になると移動平均線からかけ離れて上昇することっていうのは多々あると思うんですけどもえそういった状況の場合えまあ間もなくく 自立反落する可能性が高くなりますのでそういった時は売りさえになりますという判断ができるかと思いますね。でグランベルの法則っていうのはですねその価格推移っていうのは移動平均線の傾く方向に、まあ、強い力が働くっていうことを理解することが できるそこが非常にあの長所と短所あの最後にちょっと申したいと思いますけれども長所グランベルの法則の長所ということで見るとあの価格と移動平均線のみで非常にその簡便にあの簡単にシンプルに描いているものなので理解がしやすいと いうことそしてあのトレンドの判断と売買社員が非常にその明確に決められているということ、まあ、視覚的に非常に理解しやすいとい、えー、った2点が主なところなのかなと思います。で逆に短所に関してはあの移動平均線というのはあ、まあ、あの価格ですね価格の推移動き方動き,動きに遅行すると 遅れて動くということもありますのであのリアルタイムでの、えー、天井、まあ、天底ですね天井底根の判断にはあの使いにくいということ、えー、2番目としてはあ、まあ、上下にかけ離れるパターンですね買いのパターンだと丸4になると思いますが売りのパターンだと丸8になると思いますがそのかけ離れた場合の,あの,その定量的な把握がなかなかしづらいという部分が短所にはなるということになると思います。はい 以上ですね最後にまとめております今回はエンベロープボリンンンジャーーバンドグランビルの法則を取り上げましたであのエンベロープは中長期の移動平均線から買われすぎ売られすぎを探るものボリンジャーバンドは移動平均線に対して統計学の標準偏差を示したバンドであるということですね。でグランビルの法則は200日移動平均線を中心とした売買タイミングの8法則であると。 ということですねなんですがあの全てに共通して言えることをですねここがポイントという一言でちょっと書き表してますがあの200日移動平均線200日線ここでは200日線と表記しておりますが移動平均線の傾きというのは非常に重要だということなんですね。大きな相場が今現在どっちに向いているかが非常に重要であると。 いうことです短期の移動平均線の傾きだけで近視眼的に見るのではなくてできるだけ長期の移動平均線が上向いているつまり長期の上げ相場という大きな流れを掴んだ上で短期的な押し目を狙うまあそういうふうに使っていただければなというふうに思っております以上で私の方から終わりにしたいと思いますありがとうございましたはい、次回に関しましては基礎編9と と、えー、いうことで出来高分析について、えー、お話しさせていただきたいと思いますので、えー、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。ありがとうございました